はい、それではですね、これから一級土木施工管理士の学科試験ですね、まあ、これについてのですね、生鮮模試のポイント解説ということを始めていきたいと思います。まず一番最初はこの土木一般というところですけども、問題の1番はですね、回答は3番ということなんですね。で、土地の組成指数 IP っていうのはね、これ小さい方でいいんですよ、これ低い方でいい、強度は大きくなるということで、給水による強度低下は少ない、小さいほど少ない、これ大きいと低下が大きくなっちゃう、だから少ないですね、ということで、答えは3番。2番の方はね、これは回答は1番で、ここではですね、花崗岩が風化したら、これは摩擦度なんだな、で火山前からこれシラス、九州なんかいっぱいありますね、シラスの盛土材料、水による浸食を受けると岩水位が上昇して、これ粘着力を失うんですね、粘着力飛ぶんではなくして、そしてバッと地滑りが起きるということが起きているわけですね。から3番目はですね、回答は3番ということで、盛土とですね、構造物の取り付け部に生じるこの段差を、ね、これをまあ抑制するためには、この圧縮性が小さいやつ、大きいとダメなんですよ。ぐわっと圧縮されちゃうから、沈下するから。だから、圧縮性の小さい土、ね、それで先端力が大きい、流動分布の良い砂質土を、まあ、盛土材料とすべきですよ。こういうことですね。したがって、これ小さい方がいいんだと。こういうことです。それから4番はですね、情報化施工で、回答は3番。情報化施工っていうのは、これはね、締め固めを規定するのに、工法規定と品質規定とあるわけですけども、情報化でやるときはですね、これはGPS だとか、トータルステーションね、これ使って管理するので、これは工法規定ということなんです。したがって、品質規定方式ではなくして、まあ、工法規定方式ということになりますよということで違うわけですね。から今度どこのですね、5番目は回答2番ということです。これは軟弱地盤に対するような問題ですけども、補強盛土のですね、この基礎底面どうするか、ね、これはね、応力周知を避けるために、これ凹凸を残さず平坦に仕上げる、まあ岩盤なんかの基礎のね、直接基礎なんかの場合は凹凸をつけるんですけども、こういったような補強盛土の時は残さず仕上げてくださいということになります。今度はコンクリート工の方にちょっと入っていきましょうね。で、6番の回答はですね、4番ということですね。採算のですね、これ隆起は角張ってるんですけども、実施技術がこれ53じゃなくて 54% 以上で、だから53ではなくして 54% 以上なきゃいけないよと、こう決まってると、こういうことですね。それから7番ね、これは回答は7番は回答は2番ということで、これは粗骨材の最大寸法が大きいほどね、いいんですよ。で、そしたら細骨材は小さくなる、これ小さくなるということで、これは大きいほど細骨材は小さくなる、そういう関係でありますよという、そうすると単位数量少なくて済むから、いいコンクリートができると、まあ、こういう感じになるわけですね。それから今度は8番は回答1番、これね、排水性ホースって分かりますね。排水性ホースっていうのは空隙率は 20%、 だから網が降るとそのポーラスの空間の部分を水が通過していって、そして排水口から流せるということですね。したがってこの水密性なんかないわけだよ。だって水はじゃじゃ漏るんだから。これだからこういったような排水性舗装には水密性はないですよと、こういうことですね。それから今度は9番で、回答は3番です。で、コンクリート のスランプっていうのはね、まあこれワーカビリティで得られる範囲が、まあ、最初の範囲、できるだけこう小さい方がいい。ね、ワーカビリティが得られる範囲でできるだけスランプ値は小さい方が望ましいね、ということになります。それから A の10番ですね、今度4番です。これはコールドジョイント、打ち継ぎ目だな、これを防止するためにどうしたらいいかというと、コンクリートのこの強打ち重ね時間間隔、まあ、これをね、25度を超えたんだったらまあ2時間以内にしてくれる、まあ、25度以下だったらこれ 2.5 時間以内までいいよ。次はですね、A の11番で、これもやっぱりコンクリート工なんですけども、回答は3番ということで、これは鉄筋の組み立てをね、転用説にすると、これは繰り返し荷重を受けるとね、体力失っちゃう。だから、何で止めるかというと、溶接ではなくして、焼き流し鉄線または、まあ、焼き流し鉄線またはクリップで緊結してくださいと。まあ、こういうことになるわけですね。それから次、今度は、基礎工の方に入ってきて、12番は回答1番、ね、中堀工法において、まあ、オーガをガーッと引き抜くんだな。で、こういうときに急に引き抜くんでボイリングが起きるということで、水を入れて、そして土砂をですね、杭の中の中空部にですね、ある程度堆積されながらゆっくりと引き上げるということで、
ここを空っぽにしちゃうとバーッとボイリングが起きるので、ゆっくりと速度で引き上げてくださいということですね。それから今度13番は回答は2番ということで、これは交換具の溶接後ですね、血管の有無をまあ確認するというところで、外観検査、ね、外観検査や浸透短小法、ね、これは外から見るひび割れにより、まあ、検査をする。でブローホールやスラグの巻き込み、まあ、こういったものは、ね、超音波で投げる、あるいは X 線でもいいですよ、まあ、こういった内部検査をするのは超音波とか X 線を使わなきゃ見えないよ。だからブローホールってほら溶接の中の空間にこう閉じ込められてる空間だから、だからこういうの見えないの外から、そういうものは必ず超音波でやらなきゃいけませんよ、あるいは X 線でもいいけどね、いけないよっていうことになります。それから今度は14番は回答1番で、これ場所宇宙部位のトレミー管ね、トレミー管の先端をどこまで置いとけばいいかというと、これは表面、コンクリート表面よりか1メートルではなくして2メートルですね。1メートルで書いてある間違いで2メートル以上一応下げておかなきゃいけないよと、ね。そうしないと吹き出してきちゃうんですよ。浅いと。A の15番、回答3番ですね。これは基礎岩盤。基礎の地盤が岩盤の時、これはさっき言った岩盤の時は凹凸をつけて仕上げる。ね、補強モルドの場合は凹凸をつけないけども、こういう基礎の岩盤の時の仕上げ面は凹凸をつけてやりますよ。まあ、こういうところを注意していく必要があるでしょう。専門土木ではですね、まず16番で、これは構造物関係でね、構造物関係で、スタッドジビエ、ね、これでこっち側で合格になったと、ね、合格になってもね、ダメなんだよ。合格になったものに対しても、その 1% に対して、まあ、浜田駅の曲げ試験を実施して、体力があることを確認しなきゃいけない。だから合格したからもう外観検査で合格したから検査しなくていいっていうんではない、その合格値に対して 1% の、まあ、曲げ検査を行わなきゃいけないっていうことになってるな。したがってこれ誤り。で今度17番は回答3番ですね。このボルトの締め付けはどっちからやるんだって、これは必ずボルト群の中央から端部へ行くとね、杭を打つ時も中央から、ボルトを締める時も中央から端部。18番の答えは2番ということですね。これは初期養生中にコンクリートの表面が乾燥してドライアウト状態になると、その表面に何ができるかというと、小さなひび割れができるな、小さなひび割れ、部材が貫通するようなわーっと大きいひび割れは生じません。ですからこれドライアウトになると表面が細かいひび割れが入ってくるということですね。それから今度は19番回答1番ですね。化学的侵食、これは酸だとかアルカリなんかによって、まあ、影響を受けて表面が剥がれていくわけです、ね、それに対して、こういう要するに、反応性 のシリカ構造物によって生じるのはアルカリシリカ反応が原因でもってひび割れが発生しますよということでね。従ってこれは、劣化の原因はアルカリシリカ反応が原因ですよということで、19番は違うと。で20番だな。これで回答は1番。道路のですね、橋梁なんかの時に使うんですけども、これ上層の増圧工法、ね、でこの時に強度はいるんだよ普通ね。だからそのまんま水撒いてその上からコンクリート打っただけでは強度はね保たれないので、これはね、どうするかというと表面を乾燥させて、ね、エポキシ樹脂などの接着剤をつけるので濡らしちゃダメなんだ。だから乾燥させてこれをやるということで、多分濡らしてこれやっちゃいけない。だから必ず乾燥させてやる。ちょっと違うんだな。コンクリートの時だと、まあ、湿潤状態にしてコンクリートを打つんだけども、エポキシ樹脂の接着剤なのでこれ乾燥させないと、ね、硬化しないからね。ということで、そういう点が注意が必要ですよということですね。だから今度は21番ね。21番、河川関係。仮定は2番ですね。軟弱地盤上に河川堤防を作るという、これはドレインって排水溝だな。排水溝は河原の裏側に設ける。表に動けちゃう場合があるんだな。だから水を抜くのは裏側から抜きなさいよということで、川裏に設けるよと、こういうことですね。それから22番は回答3番です。今度コンクリート張り、コンクリート張り口だな、のり面の、ね、堤防ののり面のコンクリート張り口は、まあ、片枠からコンクリートが流れ出さないように、これスランプの小さいやつだな。だって硬いやつだよね。そうしないと柔らかいやつだとドロドロっと端から勾配がついてるから流れ出てちゃう。だからスランプの小さい固めるのコンクリートを使用する。大きいのとスランプが小さいのを見なきゃいけないと。こういうことね。それから今度 A の23番、回答は2番です。じゃあこれは締め切りの問題です。仮締め切りね。堤防の仮締め切り。どうやるかというと、撤去するときは一番下流から
側面からそれから上流に向かって順番に撤去していけばいいと、こういうことになりますね。それから今度24番は回答が1番ということですね。2番はですね、これは岩盤側に寄せ付けると、岩盤側、岩盤近い側にこれを設けましょう、水通しを設けましょうと、こういうわけね。基礎の一部に軟弱な部分があると、これは採石とかじゃなくてコンクリートに置き換えなきゃいけないですね。コンクリートを置き換えるね、採石じゃないよ、コンクリートを置き換える。それから4番、地滑り地帯ではですね、屈倒性のあるコンクリートブロックや要するに構成材料を用いるということが望ましいわけですね、ということで回答は1番ということですね。今度25番の回答は4番ということです。でこれはですね、盛土庫というのはですね、これは地滑りの盛土だから下部に盛土するわけね。土塊中のこの要するに間隙水圧を低下させると、そして盛土内にですね、これがだからなぜ低下するかというと、水平排水層を設けるとそのことによって円弧滑りを防止する、盛土庫というのは水平排水口で水を抜いて円弧滑りを防止するようにしましょうと、こういうことですね。回答は1番ということですね。これは傾斜地のですね、この崩落防止口の施工についてですけども、これはポケットが不足すると、この時にですね、地元下を削っちゃうまで余計起こってくるから、だからかなり擁壁を前に出してね、擁壁を前に出して、その前に出したところの空間をポケットとしてやんなさいよということを、擁壁をだから下げちゃいけない、擁壁を前に出すということがポイントですよと、こういうことだな。それから今度27番は回答は4番ということで、構築路障が軟弱であるため、まあ機械が入れない時ね、まあこれ一般ね、仮排水口で水抜かないとどんな目でもダメでしょ、結局ね。だからそして地下水位を低下させて、まあそれからまあ安定剤といって石灰とかセメントとかをさ混合して、それからタイヤローラーでまあ締め固めるということなのね。だから設置ブルドーザー使ったって別にね、これ使ったからって言って地盤改良するわけじゃないので、これはだから水を抜くということが一番大事なポイントになってくると、こういうね。そして、まあ安定剤つけて、安定処理するということが大事ですよということですね。28番回答3番ですね。で上層路盤のですね、セメント安定処理工法ではセメント量が多いとね、この継ぎ目の時に、ね、収縮が生じる。そうするとセメント安定処理の上のアスファルト舗装がその継ぎ目に沿ってひび割れが生じる。これをリフレクションクラックというんだよね。これは発生する、ね、ということでセメント量多すぎると良くないですよ。安定処理するときはセメントの量に気をつけましょう、こういうことね。収縮するからということですね、はい。それから29番回答2番です、ね、でこれは排水性舗装っていうのはね、路盤に浸透させないんだよ。浸透させるやつはほら透水性舗装っていうんだよ。排水性は水を止めて出して、途中から出して排水する。だから地盤まで入れちゃいけないよね。透水性舗装は浸透させるということで、排水性舗装は路盤に浸透させませんよと、こういうことですね。それから続いて今度30番は回答2番、ポーラスアスファルト混合物。ポーラスってのは分かるね、空気が 20% ぐらいあるアスファルト混合物ね。これを発電圧と二次電圧は、まあ、ロードローラーで行いますということで、タイヤローラーはね、仕上げ点が混合物の温度70度程度になってからタイヤローラーで仕上げてくださいよと、こういうことですね。ロードローラーでもって発電圧と二次電圧は行いますよと、こういうことですね。で今度はですね、 A の31番ですね、これはですね、回答は4番です。でこれはシール材注入工法というのは、これはね予防的維持工法じゃないんです。これは補修工法だから、シール材注入工法っていうのはこれに入らないですね。だから予防的維持工法ってのはほら白層オーバーレイ工法とこれしかないから、表面処理工法ね、ということでシール材注入工法は違いますよ。基本的にはだから維持工法っていうのは白層オーバーレイと表面処理工法が基本的なものですよ、こういうことね。したがってシール材注入工法っていうのは違いますよ、こういうことですね。それから32番の回答1番で、コンクリートのですね、板のひび割れをまあ、一体化するためにひびの両側にコンクリート板をですね切り込んで、鉄筋とか鋼板をね両方に渡しかける。そしてその切り抜けたところに高強度のモルタルで埋め戻す。そしてひび割れを補うというのは、これは何かというとバーステッチ工法ってね、鉄筋を用いて
モルタルの鉄器ギュッと一体化してしまうのはこれバーステッチ工法と言いますね。ということで、シーリング工法じゃないですよ、バーステッチ工法というんですよと、こういうことね。それから今度は33番回答は4番、これはダムの方に入っていきますね。ダムコンクリートのですね、岩盤の打ち込み面とするときは、まあ、岩盤を清掃したら乾燥させちゃいけないんだよ。さっきと違ってな、エポキシ塗るわけじゃないんだから。だからこの時は十分湿潤状態としてからコンクリートを打ってくださいよね。ということでエポキシ樹脂を塗るときはあの表面乾燥させたけどね、ダムの時はですね、別にエポキシ樹脂塗らないんだよ、これ湿らせなきゃっていうことね。それから今度は34番が回答2本ね。ダムコンクリートの打ち継ぎ目ですね。でどうするかというと、レイタンスは残ってんだ。それはあのモータースイッパーなどでレイタンスをあの除去すると、ね、その時にですね、硬化してからだとね、スイッパーで簡単に除けられるもんじゃないので、それではガガガチッと今度、はつらなきゃいけないので、レイタンスはですね、だから固まる前にやらなきゃいけない。だからコンクリートが硬化する前にモータースイッパーで持ってレイタンスを除けてくださいよと、こういうことですね。硬化する前にやらなきゃいけない、こういうことね。それから35番が、これはあのトンネルの方に入ってきて、回答3番ですね。これはあのフォアボーリングっていうのはトンネルのですね、天場を守るために5メートルぐらい先までパイプを打ち込むやつね。ということで、あのフォアボーリングって、フォアって前の方だ。フォアで打ち込むっていうのは天場を守るためにやるんですよ。ということでね、地表面の沈下を講じる時はパイプルーフィングと使うよと。だからこういうところと違うよと。パイプルーフィングっていうのと、フォアボーリングは違うよと。こっち側は地表面の沈下を防止する。こっち側は天板を守る。だからこれは天板を守るためにやるんですよと。こういうことですね。36番ね。これは回答は4番。これはトンネル方程のショートベンチね。地盤があまり良くない時、安定しない時、よく早期に断面を結合する。こういう時にショートベンチ。だからベンチの長さは短いほど地盤が悪いやつに適応すると。こういうことですね。あのベンチの長いやつはゆっくりしかいいのでね。ということで、一般にショートベンチ、ミニベンチっていうのは断面が非常に安定しないようなところで使ってくる。ベンチを長くすると安定した地盤に使えるよということで、ベンチの長さに対応する地盤との関係を理解しておこうと、こういうことね。それから今度37番は回答は1番。これは今度はですね、あの海岸の方の時ですね。そうすると、この関係者邸の裏埋めね、これはあの上層から下層に向かって徐々に、まあ、小さくすると。ね、ということで、まあ、厚さはだいたい50センチ以上とこうですね。だから下層から上層だ、ね、上層から下層に向かって徐々に小さく、ね、よく試験点の注意しよう、ここのところ。それから38番は回答2番、これは消波ブロックだな。消波ブロックはですね、ブロック間の、まあ、空隙、空間だな。ブロックとそれからブロック表面が粗いから、その外、まあ、この空間、空隙とこの外、この2つでもって波のエネルギーをパッと吸収して波の高さを抑えるんだ。これは消波ブロックということで、その空間のところさ、まずめ石入れたらまずいだろう。空間なくなっちゃうじゃん。そしたらあの波消えないじゃん、ね、ということでエネルギーを吸収できなくなるので、こんなところに石詰めちゃいけませんよと、まずめ石を入れちゃいけないということだね、はい。それから今度は39番回答1番、これ混成堤って何かというと、下に捨て石を入れて上にケーソンなんかを置くという、そういうね、ものです。したがってこういう混成堤の捨て込みというのは、まあ、V などで、明示した後で、中心部から外に向かってやる。あったな、杭打つ時だって中心から外だ、ボルト締めんだって中心から外だよ。これ海石捨てるんだったら中心から外だよ、これ。いい？いうとよく試験出てくる。このこういう問題必ず2台ぐらい出てくるんだ。中心から外ね、ということを覚えてください。それから40番は回答が1番です。このポンプ浚渫線っていうのは、これはあの汚れが必要であるため広い範囲における埋め立て工事にですね、まあ、使用されてますよということね。これは凹凸が少し あるんだな。でグラム浚渫点ってのは、これ短いところ、深いところ、狭い範囲のねおける、まあ、あの構造物の構築の浚渫工事に、まあ、使用されるということで、場所違うんだね。だからポンプ浚渫線とグラム浚渫線は使い方が違うということを、まあ、理解しておくと、この違いを説明するために、まあ、試験問題が出ているということですね。いうことです。41番は回答2番ね。流度調整採石の締め固め後ですね、路盤の含水が変化しないうちにね、プライムコートをやる。だからこれ2、3日待ってからやるって間違いだからね。それは水がでも抜けちゃうんですよね。ということで、路盤の含水が変化しないうちに早急にプライムコートで蓋しなさいと、こういうことですね。含水比が変わらないようにプライムコートを施すわけですね。はい、今度は42番、回答は3番ということで、
動床バラストはね、これはあの吸水率が小さくて、まあ硬くて人生に富んでね、角張ってた方がいいわけ、丸張ってると良くないんですね。そうしたらクッションがなくなるから丸張ってる、だから角張ってることが望ましい、丸型はダメだと、こういうことね。それから今度43番は回答3番です。今度線路閉鎖を行う鉄道工事においてはね、まあ工事が完了、今日中終わらないぞといった場合はね、これはあの選定者は誰にその指示を受けるかというと、施設指令員に連絡してその指令員の指示に従うということで、そういう選定者は何をするかというと、工事が終わらなかったらこの施設指令員に連絡をして指示を受けるということになりますね。それから今度は44番は回答が4番、この泥酔式シールド工法に用いるこの送電管と吐き出す管、これ排電管でね、これはね同じにするんだね、これはバランスは取れないので同じような直径にして排出し排出すということで、同じしなきゃいけない、ね、異なっちゃいけない。45番回答は1番ということになります。これはですね、構造物のブラスト、ブラストっていうのはあの表面をきれいにするというね、素地調整ということですね。であの、このうち直ちに一次プライマーで、まあ、塗装すると、その後まあ防色下地っていうのは、このプライマーはですね単なる接着剤だから、だからこれは防色になってないのということで、プライマーそのものが防色下地になるわけではないんですよと、これは単なる接着剤ですよとね、プライマー確かにかけるんだけど、それが防色になってるかというと、そうになってないねということで、プライマーは接着剤であって防色下地にはなってないよとね、いうことを理解したということですね。はい、それから今度ですね、浄水下水の方に入ってくるわけね。これで46番は回答2番ということで、まあ、活断層の断面の中で浄水塔を、まあ、あの設けたい場合、これはですね、あの特にあの耐震性が要求されるので活断層ですから ね、この上もうひびが入ってる下のところで、そこにかけるのはどうしたらいいかというとですね、やっぱりこういうこのね、あの耐震ダクタイル管、または、まあ、その時溶接でやる、まあ、交換、まあ、こういったことを連続的なような網の目の模様にすることによって、その部分が一部欠落しても全体として保てるような、そういう非常に強度のある構造にしなきゃいけませんよということで、こういうものが使われます。こういうことですね。活断層の上にはこういうものが使われます。47番回答は4番ということね。この下水道管をですね、マンホールでまあ接合するわけですね。でその時上流側のですね水位条件を悪化させないで、どういうことを言ってるか、これはね、上流が圧力管なんて漏水しちゃうんだよ。そのためにどうしたらかというと、原則としてどうやって結び方するかというと、管頂接合または管中心接合、それだからあの管底接合だからダメなんだ、管頂接合か管中心接合によって上流側の水条件、すなわち水圧を高めないようにする方法がこの方法です。だから必ずマンホールでつなぐときは、まあ、原則としては管頂接合と管中心接合でつないでくださいよと、こういうことね。48番回答が4番、昇降系管の推進工法、まあ、これについてですね、これをですね推進するときにですね、要するにあの活材を入れてこうしないと摩擦抵抗が大きいわけです、推進するときにね、だからそのときには必ずですね圧入するときは同時に、推進と同時にこの活材の注入を行いますよね、注入しながら、注入しと同時にこう押し込んでいくと、そうしないと、ダメですよということで、バランスを保つためには、まあ、こういったような活材と圧入、この圧力を同じ同時にこう進行してください、こういうことですね。それから49番は回答2番です。今度薬液注入工事における地下の監視ね、これはですね工事中は1日1回以上やりますよ、まあ、工事終わったってやるんだから、工事終わってもこうやって次に2回以上再生を行うわけだ、だから、1週間に3回っていうのは間違いない、これ1日1回以上取らなきゃいけないということでこれパスというね。それからあの50番は回答2番ですね。これはあの公民権を、まあ、行使するためにですね、選挙行きたいんで時間くれよとこういうことになるわけね。これは拒んではならないです。だけど選挙に間に合いいんじゃないということで請求された時刻は変更できる。だから公民権を行使、まあ、公民権は選挙と考えればな、だから選挙に選挙行きたいんだけどって時間取らせてくれるっていうことね、別に、投票所は閉まってなきゃいいわけだということで、請求された時刻を変更できるということがあるという、ただやらないというわけはいかないんだ、公民権だからな、
だから時間は変更できると、こういうことです。それから続いて今度はですね、51番は、回答は4番ということですね。でこれは削岩機とか、まあ、病打機だな、これ、うわーっと著しく振動を震わせる機、これは年少者だとか、産後、まあ、1年を経過しない女性、これ、就業させたらなりませんよと、ね、させてもいいんじゃなくて、させてはいけませんと、こういうことですね。それから次は52番は回答が1番。でコンクリート部位の杭打ち作業や鉄筋の組み立て作業、もうこれは作業主任者は選任しなくていいわけ、例えば5メートル以上の足場の組み立てとかさ、ね、片枠し歩行だ、土留めし歩行だとかね、2メートル以上の山の掘削とか、もうそれは作業主任者いるけども、これは鉄筋の組み立てとか、これはそれで危険が伴わない、作業主任者は選任する必要はありませんということね。だから作業主任者は選任する職種はしっかりと整理しておかなきゃいけないね。はい、それから今度53番は回答が3番ということで、高さ31メートルを超えるけども300メートルを超えないようなこういう塔の建設は、これは厚生労働大臣に届けてなくてもよろしい。それから今度54番回答は3番だな、浮世絵代金額の定型に関する職務、これはこういう営業に関することは、これは事業者の仕事なんだよ。主任技術者とかそれから管理技術者っていうのはさ、これはさ、施工計画を立案してさ、工程管理、品質管理、そして、労働者の安全を確保するための指導、監督を行うっていうのが仕事だな。こういうことは仕事しなくていいわけですな。ということで、職務ではありませんということになります。ということで、これは事業者の仕事ですよ。こういうことね。それから、55番が回答が4番ということで、元請負人は下請負人から建設工事の完成の通知を受けてから、一月以内じゃないのか、20日以内。20日以内に検査してくださいよと、こういうわけだ。お金を支払うとか一月以内なんだ。元請けがね、発注者から支払いを受けたと。そしたら、下請けに対して支払うのは一月以内だ。だけど、下請けが工事完成しましたよ、元請けって言ったときには、20日以内に見てくださいよ。ね、お金払うとか一月。それから、検査のときは20日。これを覚えておこう。ね、56番。これは道路関係で、道路のですね、専用ですね。だから専用物件の構造を変更する場合は、その構造物が増加しない場合ね、荷重が増加しない場合、これは改めて道路管理者から許可を受ける必要はない、まあ、報告をしなきゃいけないけど、別に許可を受けない、もう許可を受けてるからこれよろしいと、こういうことね。ただ直径が変わって重くなりましたとかね、下水管入れるときに重い下水入れない、そういうときはもっぺん許可を受けなきゃいけないってことだね。それから続いて今度は57番回答2番だな。でこれは河川区域における工作物を新築するとき、ね、許可を受けた、許可を受けたんだ、建物について許可を受けた、土地について許可を受けてないので、改めて土地の専用許可を受けなければならないということです。いいですね。河川区域内で現場事務所を作るというときでしょうか。そうすると、その許可を、作るという許可を受けても、改めて土地の専用をさせてくださいという許可を改めて受けなきゃいけないと、こういうことだね。ちょっと面倒だけどそういうことになります。はい、それから今度58番回答4番、これは建築基準法の問題ですね。仮設建築物についても通常の建物と同様に床面積が20分の1以上の面積を有するときは、まあ、以上の面積を有する、まあ、換気に必要な開口部を設けなきゃいけませんよということね。だからこれは20分の1以上で換気をつけるということ、ただ換気設備を設けたらまだ別ですけども、まあ、通常はだから換気に必要な面積は20分の1を、こういったような仮設建築区においても同様に設けなければならないということね。だから仮設建築物は健康に関すること、それから耐震に関すること、これは一級建築士の設計でなきゃいけないとか、だから基準がちゃんと決まってますからね。まあ2級でもいいんですけども、2級の場合と1級の場合でありますので、とにかく建築士の設計でなきゃいけないとかね、こういう作業員の環境を守るようなことは建築基準法で守れてる、ね、だから確認申請を出せとかそんなにいらないんだな。建平率がかかってるよ、そんなわけない、高さ制限はそんなにないわけないけども、こういったような健康に関することを、については建築基準法は仮設建築部といえども制限されると、これね。それから今度は59番だな。これ回答2番です。騒音規制法上特定建設作業を実施するときはね、これはこういったような機械のですね、推定される最大騒音値を届け出る必要はこれはないんです。なぜないかというと、
敷地境界線上で決まってるんだ。敷地境界線上でたこ焼き器打ってても、ここで85デシベル以下だったらいいわけだから、別にこれが大きくからどうだっていう問題じゃない。ここ敷地境界線上での音が85デシベル以下だったらいいわけだからね、ここが問題じゃなくてここが問題ね、ということに従って、これはこういうのを出す必要はありませんと。敷地境界線上で85デシベル以下になればいいと、こういうことだね、はい。それから今度は A の60番は回答1番ね、特にこの静音が必要が保持が必要だと、これ1号地区ってね、これは都道府県知事が1号地区決めるわけですけども、これはあの10時じゃなくて午後7時からね、翌朝の7時までだから午後10時じゃないんで、12時間だけども実際は10時間しか仕事しちゃいけないよと、こういう決まりがある。これは1号地区の制限で、1号地区と決められたらこうなる、まあ、2号地区となった時はここはさっき問題に書いてあるように10時でもいいわけだな、10時からなるわけだな、ということで1号地区は7時から7時までと、こう覚えてね、はい。それから61番は回答は3番ということね、この特定校におけるですね、あの付近での工事とかもしくは作業する、作業というか測量とかそういうことです、するときは校長に申請して許可を、まあ、受けた後でないと施工していけない。だから申請したからすぐ行為したってダメなんだよ、許可が出てから行為する。意外とこれ申請したってところで OK と思うとその間違いだ、許可が出ない限り作業しちゃいけませんよというところがポイントになるかということですね。問題の B の、 あの1番ですけども、回答2番ということですね。だから測量の問題で自動レベルっていうのはこれコンペンセーターって言ってね、置くとほとんど置くとですね、もう自動的にこう水平を作り出す力ですね、ということで、あの読み取るわけではないんです。だからこれ水平にする機械、示準線を水平にする機械ですよ。じゃあ続いて今度あの B の2番だね、回答は3番ということで、これはあの設計図書にね、特別のですね定めがある、これは指定仮説なんです。この時はね発注者がやるんだ、あの受注者ではないんです。したがってここは発注者でやりますよっていうことね、よるもです。まああの特別な定めがない場合、まあ、これは任意仮説といって、これはあの受注者の責任で決める。だから指定仮説は発注者が指示するんですよっていうことで、これは間違いだよってことだな。それからあの B の3番は回答4番です。でこれでですね、総合評価落札方式で公共工事はね、その予定価格を上回るもの、これは相手にされないと、ね、だからこれは落札することはありませんということで、もう必ず予定価格は守らなきゃいけない、当然のことだね。それから今度は B の4番は回答は4番ですね。で今度は電力設備、ね、工事用の電力設備を設けるときどこを設けたらいいかというとね、この設備の中心はですね、負荷の中心に置くんだ。そして配線の距離を短くなるようにしないと、管理上長いと大変なわけだな。だから総配線の長さを短くなるようにするために、負荷の中心にそのような設備を置くといいですよということで、工事現場の中心付近にそのセンターを置きなさいと、ね、いうことになります。5番はですね、回答は4番ということですね。ここではですね、まあ、契約後の事前調査、要するに、契約しますよね。そしたらその後に実際どうなのかということを現場に行って詳しく調査しないと施工計画立案できないわけだ。だからこの契約後にはですね、必ず事前調査を行わなきゃいけませんよ。そうしないと施工計画を作れないよと、こういうことですね。したがって事前調査では、まあ、契約書に書いてる内容とか設計としては本当に正しいのかどうかということを、まあ、確認する、ね、むしろ一致してないから現場とね、契約この時は監督員に確認を請求して、まあ、疑念がないようにしておかなくちゃいけないということで、必ず事前調査しなきゃいけないと、こういうことですね。続いて今度はですね、あの6番目の回答は3番ですね。施工体制台帳というのは、これはね、まあ、あの公共工事の場合ですけども、これは1時2時の下請けをとにかく、まあ、公共工事以外でもそうですけど、1時2時の下請け全員をまあ記載しなきゃいけませんよ。だから再下請け通帳ですね、必ず省略することができないね、ということで、ということで、これ省略するとこできますよ、これできませんね、ということです。それから7番はですね、回答は2番ということで、これはあの仮囲いとか足場とかね、道路上にこう出る場合があるわけ。そして仮囲いあの道路作らないと第三者入ってきちゃうでしょ。だから道路上に作ったら道路を占領しちゃうんだよ、これ道路占領しちゃうね。だからそういう時どうするのかというと、これは道路管理者に道路占領許可を取る、同時に
警察、交通に関係するところであれば、警察署長に、今度道路の使用許可、だ専用許可とは道路管理者、ね、道路を使うときは、所轄の警察署長、この違いを、この専用というのと使用との違いのこれを整理しておこう。8番はですね、回答は3番ということで、仮設構造物の安全係数というのは、本体構造よりか、安全係数は小さくていいわけよ。ね、これは本体構造は所定の地震が来た時にもきちっと壊れない、しっかりしなきゃいけないけど、仮設は撤去しなきゃいけないので、それほど強い構造を持っていく必要がないですよということで、少し緩くなっているんですね、ということです。したがって、本設の本体の構造物の安全係数よりも仮設の方が小さくなっていると、もうこう考えてくださいね。それから今度は、問題の9番は3番、回答は3番ですね。でここではですね、仮設構造物を使用するこの材料、これはね、市販品、特に流通しているもの多い、まあ、こういうものをね繰り返して使う、そのことでこれ転用って言うんですけど、転用を繰り返すことによって経費を削減する。だから実際に、受注者が利益が出てるところでの仮設の繰り返し、ここが利益が一番多いんだな。だからこれをしっかりとやるということが重要な、利益を上げるための必要な処置であるということで、転用をいっぱいしよう、こういうことですね。それから B の10番、回答は2番ですね。最適工期になるまでは、速度工用、工程を早めるほどまあ安くなるんだけど、最適工程を過ぎてしまったら、あんまり早すぎたらね、今度高くなるね。高くなる。だからどんどん早くした方が安くなるという間違いで、この最適施工速度を超えてしまったら逆に今度は高くなっていくということで、最適工期が一番安い、最小経費と、こういうことになるね。それから続いて今度は B の11、回答の4番ですね。ガントチャートってね、出来方だけしか、その進捗率だけしかわからないね、これしか判明しない。だから作業の総合関係ね、まあ、こういったようなどういうふうになるか、作業の総合関係は不明であるとね。作業総合関係が分かるというのは間違いで不明ですよということ。だから進捗だけ、ある作業は何パーセント終わりましたかと、それだけは分かるというだけで、その A と B の作業があった時にどういう関係があるか、そういうことは分からないと、こういうことですね。分かるのはネットワークだけですね。それから B の順位には回答は4番ということで、これは皆さんプラン、ドゥ、チェック、アクションね、要するに計画を立てて、工事を実際に行って、ドゥして、そして、計画と施工量を比較してチェックするね。そして必要があれば計画を修正するアクションを行うということで、プラン、ドゥ、チェック、アクションということで PDC サイクルと呼ばれてますよ。まあ、この順番を理解しておくということが必要ですね。それから次はネットワークの計算ですけども、このネットワークの B13 の回答は1番ですね。でこれはですね、最初に与えられた計画を計算するとですね、これは再総回収ことが分かりますね。これは19日になるね。でそこで5日目にですね、調査したところということで、5日目にここでパーンと切るんだな。5日目で取っていくところをここに見て、そしてここに全部5日、5日、5日とこう入れて、その時どうなったら、残りの日にちが3日、4日、3日とこうなってる。これはね、だからこういうやつに与えられてるんで、これ計算すればいい。そしたら、計算してあげると、これはここはちょうどクリティカルパスなんで20日になるね。だから20引く19だから1日だけ遅れるとね、ということが分かると。これは再送開始時刻の計算だけなんで、しっかりできると思います。問題の B の14、回答2番ということですね。だから仮説なんですけども、事業者が設置した足場を使用する関係請負人ね、元請けが足場を作ったと、その時関係請負人、下請けがそれを使ったとね、しましょう。確保については、当然これは元請けは当然この責任があるけども、これを使う環境請負人も責任がありますよと、こういうことですね。したがって安全措置義務といってね、労働者に対して安全措置義務は、これはもちろん事業者は最終的に持つんだけども、当然環境請負人もあるし事業者もあると、まあ、こういう時は戦時のやつね、こっちよりかもっと上の方、この人が最終責任を取ります。だから安全措置義務はこの人があるけど、事業者があるけれども、関係請負には責任がないわけではないよと、ね。自分の労働者の安全について確保する義務がありますから。だからこの人がありますよということですね。それから今度は B の15、回答は3番ですね。これは資格の問題ですね。ショベルを運転する場合にはですね、これは別に重機の運転の免許があるわけで、こっち側はね、クレーン機能を使う。ね。これついてますよね。
このクレーン機能を使うときはクレーンの資格がなきゃダメよと、こういうことね。だから単なるあの重機の運転だけじゃなくて、クレーンを使うときはクレーンの資格を持った人に、やらせなさいよということね、なります。それから今度は16番は回答が4番ということですね。でこれも資格の問題で、この可燃性ガスおよび酸素を使うこの金属の溶接溶断、これはね技能講習が必要なんです。ガス技能講習ね、だから技能講習が必要ですよということで4番が正しいんだな。だからあのじゃあよくこれと対比で出てくるのはアーク溶接、要するに電気溶接だな、こっちどうかというと、これは特別教育を修了してればいいね。ガスを使うときは技能講習、電気を使うアーク溶接のときは特別教育修了、まあ、この区別はよく試験で B の17番は回答があの1番ということで、1番は正しいんだ。で2番は何かというと、定格荷重は総荷重からフックやワイヤーの重量を差し引いたものだよと、ねということです。それからあの3番の間違っているのは、クレーン作業中に強風が吹いた場合、ね、これ転倒はね、こう作業を中止しなきゃいけないね、安全を守ってなんか作業したってことはダメです。だから危険があるときは作業を中止、労働者の安全を守らなきゃいけない、こういうことね。だから4番のですね、車両系建設機械でのクレーン作業については、まあ、クレーンの有資格者にやらせない、さっき出てきたと一緒だなということで、だから、こういう車両系の建設機械 の、 あの講習が終わっていてもですね、クレーンやらせるというか、これを資格を持っている人にはやらせてはいけないと、こういうことですね。それから B の18番は回答は1番ということで、クレーンに用いるワイヤーロープの安全ケース、これは試験だ、6以上、ね、ワイヤーロープの安全係数は6以上、だからゴンドラのように人が乗る場合、これは10なんだ。だから物の場合は6、ね、人の場合は10と、こう覚えておいて安全係数をね、そういう違いがあるよということです。はい、それから今度は19番、回答は1番ですね。ここでね、掘削するとき、ね、掘削したり積み込むとき、使用するときにね、ガス管のようなさ、あるいは地中線があるような、そういう破損する恐れがあるようなんですね、危険があると。そういうときはね、監視員を配置した場合でもね、建設機械使っちゃいけませんと、これね、ガーンっていっぺんでいっちゃうからね、これ手作業で掘んなきゃいけないよということになるわけだから、こういう時はね、実際上危険があるような場合は、まあ、作業指揮者をまあ指名して、まあ、釣り防護などの安全を対策をして、ゆっくりと作業しなさいよ、機械使っちゃいけない、こういう危険なところはね、ということです。それから今度はB の20番は回答が1番 で、 で隧道の入り口からね、切り刃、要するに切り刃って、要するに掘削してる面、断面だな、トンネルだからな、切り刃までの距離は、まあ、車庫斜めから人が入っていったりとか、ね、縦に入っていくと、まず入り口だな、これこっからの距離はどうなんですかって、これ含まれるんだ、含まれないとしての間違いで、車庫からとか入り口だからこれな、縦坑とかの入り口からの切り刃までの距離、これが 100m になったらということで、これが 100m 達したら、この時はそれになるまでに第1回のですね、避難訓練を行っておかなきゃいけませんよと、こういうことだから、ここに入ると、縦坑の長さも、それから車高の長さも、100m に計算するときは含まれると、こう考えてくださいね。はい、それから今度は B の21番は回答の3番ということで、この土石流の危険のですね、河川における作業、まあ、こういうとこを訓練はどうするかというと、これは工事の開始後、遅滞なく1回まず行う、そしてその後6ヶ月以内ごとに1回行うね。で記録は3年、保存しておくということで、これはこういうふうにしっかり覚えておくね。22番回答の4番ということですね。で足場のですね、壁つなぎだな、壁つなぎっていうのはね、引っ張り台と圧縮台をねセットで使うんだよ、セットで。だからこのセットに使う、でその間隔はいくらかというと、これ1メートル以内であんまり離れすぎちゃいけない、1メートル以内ですということで、壁つなぎの間隔は圧縮台と引っ張り台の間隔は1メートル以下にしてくださいよということになりますね。それから続いて今度は B の23番は回答が3番ということですね。これは硫化水素のですね、発生の恐れがある作業場で、この時もね、硫化水素だからって言って硫化水素だから測ればいいかと、そういうわけじゃないんだよ。必ずこれは硫化水素のある現場では酸素濃度と硫化水素濃度の両方をしっかり測定してくださいよと、こういうことですね。酸素濃度がだから 18% 以上で、かつ硫化水素は 10ppm 以下になるように確認をしなきゃいけない
いうことですね。だから硫化水素が発生する恐れがあるからといってこれだけ測るっていうのはダメですよね。必ず酸素も測ってくださいよと、こういうことですね。はい、それから今度はB の24番の回答が3番ですね。雨水が滞留しているようなこのマンホール内ね、マンホール内では匂いを嗅いだ、臭くないからもう大丈夫なんじゃないかって、そういうわけじゃないんです。必ず酸素濃度を作業するときは測定しなきゃいけませんよと。だから作業初日はね、作業開始前にですね、必ず 18% になるように必要な換気を行わなきゃいけませんよということで、だから匂いがないからといって、匂いを減らしていけませんよと、こういうことですね。必ず換気 18% 以上の酸素濃度になるように換気してから入れなさいと、こういうことですね。それから今度は B の25番は回答の4番ということで、これはまあ用語の問題でね、ISO の9000ファミリーは品質の問題だけど、品質マネジメントシステムが特定の製品プロジェクト契約にどのように適用されているのかということを示した文書、これは品質の計画書ということですね。これね、これマネージ品質だからね、ということでこれ報告書じゃないんだ、これ、ね、別に報告書だわけで品質計画書というものだな。それから続いて今度は26番は回答は3番ということで、品質特性はどうやって決めるんだと、こういうことだな。例えばコンクリートの場合だったらスランプにする。なぜスランプにするかというと、強度とスランプとは重要な関係があって、簡単にそのスランプを測れば強度は推定できると、そういう重大な関係があるから、これなんか関係ないもの選んだって意味ないでしょ。だから品質特性は最終的な品質、要するに強度とスランプの関係は重大な影響を及ぼす特性を持っているとね、ということです。それが必要ですよということで、お互いの関係でコンクリートの場合だったら、まあ、スランプを取ったりとかね、鉄筋の場合だったら、まあ、強度とか、まあ、いろいろありますね。それから舗装なんかの場合だったら締め固め度、ね、こういうように関係のあるものをね、確認しなきゃ、それは品質特性として関係ないのに品質特性としては管理できないからね、ということです。それから B の27は回答が4番、これもですね、フレッシュコンクリートの品質試験、ね、のワーカビリティ、施工性を判定したい、この時はね、当然のことのスランプ試験、または柔らかいコンクリートの場合はスランプフロー試験、これどっちか行わなきゃいけないということで、ワーカビリティを判定するには必ずスランプ試験またはスランプフロー試験をして判定しない。だから配合設計書だけを見てね、あ、これでいいです悪いです、それ判断できない。実際の柔らかさはどうなのかということを検証しなきゃいけませんよ、こういうことですね。で、今度 B の28番の回答は1番で、アスファルト舗装の問題で平坦性、ね、これは、ね、3メートルのプロフィルメーターというね、凹凸を3メートルのプロフィルメーターを走らせて凹凸を判断しますよ、ね、これベンケルバーギーみたいなね、これはたわみを測定するんだ、たわみを測定する、だからたわみを測定するので、これは凹凸を測定する、どこが違う。 B の29番回答の2番だな。で、アスファルト舗装の流動性、こう波打ってるね、要するにそれとの流動性、対流動性、ね、流動しにくさを測定するのはこのホイールトラッキング試験、実際にホイールだ、車で走らせてみてどんなふうにへこむかどうかを測定するわけだな、それをホイールトラッキング試験という。で、何を求めるかというと、この動的安定度、車を動いた時に舗装が変形しないかどうかということを調べるわけですね。普通3000ぐらいあれば安全なわけだな。だけどそれに比べて何、回転式滑り抵抗、だからこれは摩擦抵抗の話だから、こっちは摩擦抵抗、要するにね、スリップしないかどうかと、こっち側はこう変形を測定しているので、対流動性はホイールトラッキング、だから摩擦係数は回転滑り抵抗を測ると、路面の摩擦係数がね、ということで説明が違ってるわけだな、はい、それから今度は B の30、これ回答が4番が正しいんだな、4番が正しいんだね、だから1、2、3は違うわけだ、だからSD の345、これはニュートンパー平方メートルだけど、これとはね、強度違いすぎるんだよ、SD490、これと合わせてしちゃいけませんよと、ね、ということで、ここで応力の段差が生じるんでね、ここは合わせできませんということを思う。それから、この熱管の押し抜きがガス圧接部の検査、これはね、実際じゃ外観検査、見て判断する、ね、見て判断する。それから圧縮面のズレの直径が直径の、ね、4分の1を超えたような、そういうズレてるときはこれはね、切り取って、圧接部を切り取って再圧接ですね、そのまま熱を加えてギュッとまっすぐしちゃいけませんよ、ね、一旦そこの部分を切り取って再圧接をしなきゃ、
これは4番は正しいと、こういうことですね。それから今度は B の31番は回答の4番ということになります。でこれはね、鉄筋の加工誤差の問題で、誤差はね、スターラップとか、それから帯鉄筋、あるいは耐鉄筋と言いますが、螺旋鉄筋の加工の寸法はね、大体これは誤差はプラスマイナス5ミリ以内と、こうするんだね。その他の鉄筋についてはね、この25ミリ以下、この時はね、プラスマイナス15なの、15ミリ。だけど、これを25ミリを超えた場合、これはプラスマイナス20なの。だから、これはプラスマイナス30と書いてあるのは間違いで、これはプラスマイナス20だよと、ね。これも覚えておかなきゃいけません。こういうことですね。はい、それから問題の B の32、回答は3番ということね。これは騒音関係で、騒音とか振動はどこで止めたらいいのっていう、これ発生源で止めなきゃいけない。だからこういったような受音点とか受信点、到達したところで止めなくて、機械そのものを静音のある機械を使うとか、そういうことで発生する源の対策を立てるのが一番ですよ。ね、ということで、こういう受音点とかこういうところでは、対策なので、できるだけこの避けて、できるだけ源の方で、やりましょうと、こういうことですね。それから今度は B の33番は回答が1番ということですね。でこれはですね、杭を打つときにどっから打つのというもんだな。だからこれ既成構造物の近いところから遠ざかる方に打ってくださいね、ということです。だからこれは既成構造物が遠ざかる方向に打ち進めるというのが正しいですよ。逆に言うとどうなるかというと、遠いところから、ね、構造物のところにやってくると、圧力は増して基礎が、構造物の基礎が浮き上がっちゃう場合があるね。圧力でもって杭打ってくると杭が締まってくるでしょ、地盤が。だから近いところからだんだん圧力を逃すように、近いところから遠くへ行くね、ということがポイントになっていく。それから今度は B の34は回答1番ということで、これは副産物の関係だな。この要するに港湾とか河川で出た新設の土砂、これはもう建設発生土というんだけども、これは廃棄物じゃないよ、ね、これは建設副産物で必ず再利用しなきゃいけないもんだな、ということで、だからこれはこういったような資源、盛り土とかさ、宅地造成の材料として再度使わなきゃいけないということね、それから続いて B の35番で、ね、回答は2番ということになります。でこれはですね、災害があったような場合な、応急処置といって、その建設工事に伴って生じたこの産業廃棄物がわーっと出たじゃないですか、災害の時なんかにね。でこのどうするかというと、これ事業場の外に保管する場合ね、その場合は必ずその規模に関係なくて、ね、保管の開始した14日以内に都道府県知事に届けなければならない。だから災害だからといって届け出なくていいというわけではないということで、災害であっても保管する場合は14日以内に都道府県知事に保管して開始してからね、14日に届け出なきゃいけませんよと、まあ、こういうところがですね、基本的な問題となります。しっかり学習して合格してくださいということで、説明を終わりましょう。